ただいまより第4回本命波乱決定戦優勝者表彰式を開催いたします。それでは優勝されました石橋光友選手の登場です。皆様盛大な拍手でお迎えください。石橋選手優勝おめでとうございます。それでは早速表彰に移ります。表彰者は大村市モーターボート競争事業管理者小川幹事でございます。優勝されました石橋選手には賞状とトロフィー副賞が贈られます。まずは賞状の授与です。16号石橋道友殿、貴殿はボートレース大村における第4回本命波乱決定戦において当初の成績を収められましたので、その栄誉をたたえご了承します。平成30年2月9日大村市モーターボート競争事業管理者小川君、おめでとうございます。続いてトロフィーの授与です。最後に副賞が贈られます。副賞は大村市協定企業局長賞として大村市の特産品和牛詰め合わせセットを贈呈いたします。小川管理者ありがとうございました。それではここで写真撮影のお時間とさせていただきます。石橋選手にはトロフィーをお持ちいただきまして、写真撮影に応じていただければと思います。ぜひカメラやビデオをお持ちのお客様はこの晴れやかな姿を収めていただければと思います。第4回本命波乱決定戦、見事イン逃げを決めました石橋道友選手でございます。通算では24回目、今年初優勝、そしてここ地元大村では15回目の優勝でした。皆さん写真よろしいでしょうか。石橋選手ありがとうございます。続きましてボートレース大村フロアアテンダントより花束の贈呈です。それでは早速石橋選手に喜びの声を聞いていきたいと思います。石橋選手優勝おめでとうございます。 ありがとうございます。はい、今節はパーフェクト V でした。振り返ってみていかがでしたか。そうですね、まあなんか月が大きかったですけど、はい。今節は本命波乱決定戦ということで、本命サイドの人気を背負っての一節間ではありましたが、いつも以上にプレッシャーなどは感じていましたか。まあそうですね、まあ4日目あたりぐらいまではまあ普通に走ってたんですけど、はい。やはり準優勝戦はちょっと緊張といいますかありましたか。まあちょっと取りこぼしができないような状況になってきたので、はい、その辺からちょっと緊張しましたけど、はい。はい、今日優勝戦を振り返りますと、まずはスタートなんですが、節間を通してなかなか安定していけていないというコメントだったんですが、はい、優勝戦はコンマ09のトップスタートでしたね。全速でいけましたか。いや放りました。少し放って、はい。そして迎えた1マーク、3号艇の小島選手をまくって、そして2号艇の宇龍選手は差しに構えてきました。1マーク回った感触というのはいかがでしたか。そうですね、もう宇龍さんがなんか壁に見えたので、はいはい、しっかり回れましたね、はい。はい、今節改めて船足の感触というのはいかがだったんでしょうか。どうなんですかね、まあ、多分いいと思うんですけど、まあ、成績がいいので多分いいと思って言ってました、はい。はい、優勝戦前は、今日はちょっと気温が高いので回転を合わせていきたいとのことだったんですが、優勝戦そのあたりもやはりしっかり合わせられていましたか。何もしてないんですけど、はい、よかったです。はい、石橋選手ここ大村での優勝は約1年ぶりとなりました。やはり地元での優勝というのは一味ちょっと気持ちの面でも違いますか。まあもちろん、はい、嬉しいです。はい、このリズムをですね、ぜひ次節にもつなげてほしいと思いますが、石橋選手は次節2月15日から、唐津で開催される一般戦に出場予定となっております。
それでは最後に次節の意気込みを含めて会場に残ってくださった皆様に一言お願いいたします。はい、最後まで応援ありがとうございました。まあ、また大村走るときよろしくお願いします。はい、それではですね、最後石橋選手にもう少しお付き合いいただきまして、お楽しみ抽選会に、はい、移りさせていただきたいと思います。はい、石橋選手が引いた札5枚ですね。はい、当選された方にボートレース大村オリジナルグッズが当選されます。はい、5枚お預かりいたしました。はい、それではこれで石橋選手退場となります。皆様盛大な拍手でお送りください。